面白い研究があるんですよ、はい、こう奥先生という方がお書きになった、はい、あの記事があるんですけれども、はい、エッセイ、はい、で奥先生がおっしゃるのはこう特効体というのは西洋ではなかなかできない純粋な造詣、うんはい、要はこうそうしたくなる自然に日本人がそうしたくなるってそれは当然なこと、はい、死にたいとかそうじゃなくて、うん、こう政府のためとかそうじゃなくて、はい、こう困ってる人がいるから、うん、私は こうしますと、そうしたくなるって、それは日本人だと思います。私はこの国に来て、そう学んでますし、はい、もう本当に私が日本の弟子だと言ってもいいぐらい、はい、この国の良さが本当に溢れてるんですが、うん、なぜか、今の日本の国民のお、何割かわかんないですけど、はい、分かっていないような、気づいていないような気がします。はい、多分ね、8割ぐらい分かってないかもしれないです。<laughs> はいはい。い私ずっと選挙の前からずっと言ってて。はい、かもしれない。8割かもしれないですね。はい。はいはい 本当に残念ですけれども、うん、とってもいい国で、歴史を学べばどれだけいい国かとわかるはずなのに、はいうん、勉強が、その勉強はできないって、その勉強をしてはいけないと多分洗脳されていると思います。いいですね、はい。私も、さっきも言いましたけど、留学してそのことに気づいて、帰ってきてみんなに言ったけど聞きられなかったので、まあ政治の世界入って、政治家として言おうと。はい で、はい、まあ今その延長線上に来てるんですけれども、はいはい、当時は日本はダメだなと思ってたんですよ。で、それは日本がまあ、あの、日米戦というか、大体戦争敗れたからだというのが一つの私の答えだって、今でもそれは思ってるんですけど、ただ、ここ近年見てると、日本もダメだけど、アメリカは日本より先に崩れてってるぞっていうふうに、ここ数年見えていて、そう,そうです。ですですだから、 日本は戦争に負けたからそうなったのかなと思ってたら、勝ったアメリカの方が、先に崩れていっていると。はいはい、ここで私のちょっと、こう、常識がだんだん崩れてきてですね、はい、この5年ぐらいなんですけど、はい、だいぶ今見方が変わってるんですけども、やっぱりモーガンさんもそのようにアメリカ崩れてるという感じですかそう、まあ、おっしゃる通りですし、あの、ちょっと過激なことになるかもしれないですが、はい。大丈夫です。過激な番組なんで。ああ、よかったです。よかったです。<laughs> 解放感感じられます。はいはい、かったです。あの、日本が、 戦争では負けていないと思います。うん、なるほど。はい、要は戦争はまだ続いています。うんうん、情報戦がまだ続いてますし、はい、アメリカもワシントンも、あと日本国内のワシントンのとの協力者が日本国民に対して戦争活動、ね、はい、今でにやっていますし、ということは戦争はまだ続いています。うん、で結局日本が勝つと私は思いますし、はい、アメリカが崩れていますし、はい、日本はまだ 文化レベルではまだまだ生きている、うんはい、まだ健全なところが残っていると思いますし、はい、こう、何て言いますかね、日本、アメリカはそもそも概念から生まれた国で,、はい、で、その概念がほぼなくなっていますし、うん、もうバラバラになっているんですが、アメリカって何,何なのか はい、と最近分からなくなっちゃっていますし、うん、まあ戦争で負けちゃっていますし、はい、あのタリバンとかと戦争しても負けたし帝国プロジェクトが完全に失敗で終わりましたし、うん、で我々は国内がボロボロになっていって、はい、自分の国民の決税を、まあ、例えばウクライナとか外国ばっかりに送って,て、はいて日本でもそうですよグローバリストの影響で。はい 日本、例えば、能登半島の方々を完全に見捨てて、うんはい、ウクライナに日本国民の血税を送って、はいはい、あの、言っちゃっていいですかあの岸田は〇〇だと、はい、完全に〇のようなことをやめさせようとはしなかった <laughs>、はい、あの自民党。みんな、うん、ウクライナじゃなくて、この国の国民はどうですか、はい、と聞きたいんですが、それはアメリカファーストの意味ですけれども、うんうん ジャパンファーストもうそうじゃないですか。はい、そうです。我々は。自分の政府は何のためにあるなのか、はい、って、外国のためじゃないじゃないですか。そうなんですよ。と思う、思いますい。ありがとうございます。私は国会で言うで、とはなかなか言えないんですけども、ただ、はい、私は議会一つだけは言ってないんですよ。まあ、もう全く、今、もうおっしゃった通りで、はい、なんで、能登の人困ってんのに、先にウクライナなんですかと。そう,そう、情けない。なんで日本の政府で、我々日本の国会議員なのに、<う>日本ファーストじゃないんですかと。はい いうことを一生懸命言ってるんですけど、はい、なかなか国会の中700人いるんですけど、はい、友達ができないっていうですね。はい、そういうお。それおかしい。おかしいんですよ。そうなんですよ。だから、これさ、私ね、これをちょっとここ本音で、はい、自分の場合に本音で言いますけど、はい あたまに、私が間違ってんのかなと思うときあるんですけど、どでも、ちょっと、いや、違う、間違ってないと。私は日本の国会議員だから、はい、日本人の国益のために働くのが私の役割であって、もちろん国際協調は大事だし、同盟関係は大事だと思うけども、はいはい、そ一番大事なのはやっぱり国益であり、国民の生命、財産、身体を守らないといけないんだと。いうことを最優先に考えてて、間違いないだろうと。間違いないんです。はい、自分の国を愛している実、 実態がファシズムとかとよく言われるんですが、はい、私もよく「私だけが私だけが気が狂っているか」と思うこともあるんですよ。<laughs> はい、なんで自分だけかと言っていることは当然なことだと理解している上で発言しているんですが。はいはい いやあ、でも、モーガンがプーチンのスパイとか中国のスパイとかって言われてわれますよ、ね、私もなんか進路派だとかロシア語レンズだとか言われなるほどね。はい、違うんですよ。すよ <laughs> あの、この国が大好きで、この国の国を守り、はい、守りたいということは、こう、政治的なイデオロギーから一方、こう、離れて、何ができるなのかと、こう、想像力を使って考えなければ、何もならないと思いますし、なんで進路とか、 あの国のスパイとかと言われなければならないのかと、はい、私は疑問に思っているんですけれども、ね、日本ファーストって当然なことじゃないですか。すね、この列島はもう十何万、一万、二万年ぐらいずっと日本人がこの列島にいるわけで。 列島に日本人がいるわけで、はい、この列島を守らなければならないってその使命感は当然じゃないかと思いますが、なぜお一人だけかと。まあ一人だけは行き過ぎかもしれないですけども、でもなかなかだからそういうそうだそうだって言ってくれる賛同者が現れて、まあ皆さんいろんな党に縛られてるからだと思うんですけど、はいはい、まあなので、あの、私はそういうことを掲げる政党が必要だと思って、まあその政党っていうのを作ってるんですけどもね。はいはい でも、私が、その、こうやって崩れてる日本だけじゃなくて、アメリカも大変じゃないかと思ったのは、やっぱりトランプ大統領の出現からなんですよ。はいはい、はい。最初日本のメディアではものすごくネガティブに言ってて、はい、私もそれをちょっと聞いてたからあ、変わった人が立候補したんだなと思ってるけれども、はい、実際に彼の演説とかの訳したものとか、まあ、生であの動画見たこともあるんですけど、はい、まさに、アメリカ人がアメリカを大事にすることは大事だし、はい、民主主義を守るってことは自分の国を大事にしてね、はい、でその主権をきちっと守っていくことが寛容なんだと。はい その通りと思ってるんだけども、はい、彼がどんどん叩かれたり、はい、なんか選挙でね、はい、なんか変な形でこう負けたりとかするのを見たときに、これ、はいはい、アメリカ、日本よりひどいことになってるんじゃないかなと気づいたんですけど、はい、トランプさんのコあを見て、モーカさんはどうなんですかそうあの、同じです。あのはい トランプさんが大統領になりたいと初めて言ったら、はい、いや、これはただのパル,パルシティなと思いました、トランプらしい、はい、あの自分の名前があの新聞に載るように、はいろいろやっているなと思ったんですが、うんはい、途中で、多分 FBI が彼を、まあ、本気にたたあの戦おうと、はい、戦おうとしていたあの要素を見たら、 いや、この人は本気だなと。うん、これは自分の利益にはなっていないのに、はい、まだ戦い続けているって。うん、で、今になって、トランプが断崖されたりとかして、はい、または本当にクーデーターやったんですよ。はい、FBI と CIA がチームを組んで、国内からトランプを下ろそうとした。うん、まあそれはクーデーターですね。はい、やったし、今のこう裁判とか、ね、うん、あのそれもクーデーターの延長線上でできているし、うん いや、あの、私が自分の父と討論したことがあるんですよ。はい、えっと、FBI、これ、クリントンのメール問題があったじゃないですか。で、私がいや、FBI は多分しっかりしていると思いますので、クリントンをちゃんとね、あの、寄贈すると思いましたが、父が、いや、あの、お前のお考えは甘い。はい、そうしないよ。はい、FBI はアメリカのために、 動くくんじゃなくて、はい、FBI はワシントンの組織ですからクリントンを起訴するはずがないと、うん、こう討論しました父と、はいで。父の言う通りに起訴しなかったて、はい、でその後トランプの扱い方を見て目からうろこ本当に私の考え方がもう180度変わりました。はい、でトランプってやっぱりアメリカ私もアメリカ帝国を支持して 思わず、はい、イラク戦争もこう支持してましたし、うん、アフガニスタンも私はやらなければならないと思ったし、うん、ベトナム戦争もそうだったし、はいはい、でもトランプさんのおかげで、うん、あのようなことをやる必要がないと、はい、外国まで行って空襲するとか、うん、人々の問題に干渉するとか、はい、この国内が非常に、まあ、良くないところがいっぱいあるので。うんうん アメリカを良くすればどうですか、はいうん、でもう戦争をやめて、はい、もう平和に周りの国々と一緒にこう平和的な暮らしをすればどうですか、うん、と初めて考えたんですよ、うんで。日本が非常に悲劇的なことですけれども、日本がその帝国の一部になっていて、ねはい、日本は本当に主権国家ではないと私はそう思いますし、うんはい、アメリカに言われる我慢マまに動かなければ、はいうん ならないので、本当に二重帝国になっているし、はい、二重的にこう、主権がない、はい、主権なさになっていますが、うん、本当にジャパンファーストはアメリカファーストよりもハードルが高いと思います。うんはいうん、で、そういった中で、まあ、私なんかは、 やっぱりこう日米関係、まあ憲法も含めてですね、はい、日米関係を抜本的に見直さないといけないと。はい、で私はアメリカ好きなんですよ、はい、今でも、はいうん。だから日米関係はすごく大事にしたいし、はい、アメリカの愛国者と日本の愛国者が本当に意味でのパートナーシップを結べば、双方の国益になると。 私はまだ信じてるんですねいいと思います。うん。はい、だから、もちろん、そんなね、中国とか、ゆっくよりも全然アメリカの方が価値観も合うと思うし、はい、だから、でも今の、もう、もがおっしゃる通りですよ、古文みたいな状態では、日本の良さが全然発揮できないので、はい、でまあ、買い殺しされてるようなもんなんですよね。そうです。うん。全然日本人に力出せてませんから。そうです。う,ですうん。はい、だから日本も、日本でちゃんとの自分たちの意見を言うことは言って、はい、でも、日本が強くなることがアメリカにとっても必ずプラスなるんだよと、はい、というふうな形を、やっぱりアメリカの リーダーの人たちに分かってもらわないといけない、はい、でもそれって多分向こうは絶対言ってくれないんですよアメリカ側からはそうです、ね、日本から言わないといけないんで、はい、そうです 私は賛成党で言いたいことはそこなんですよね。なるほど。うん。だから、この日米化が新しい、本当に見ての日米関係、はい、表向きはなんか、あの、安倍さんも、岸田さんもそういうふうにおっしゃってたけども、はい、まあ、岸田さんおっしゃってないかな、安倍さんおっしゃってたけども、けど、そうなってないんですよ。はい。なってない。だから、そこに近づけるところに持っていくっていうことが、やっぱりアメリカと日本のね、はい、こう両国の国益にかなうんじゃないかなと、本当ですね。いうふうにずっと思ってるんですけど。ね、今、日米同盟はあるんですが、日米関係はないと思います。はい、日米同盟があるから、 それが永田町ワシントン同盟で,、はいでね、日米関係を本当に国民同士で理解し合って、はいうん、もう私は日本が大好きで、うん、アメリカのことが好きとおっしゃってくださっている日本人も多いですし、はい、多分意外と意外とって言っても失礼かもしれないんですがこんなに文化が違う国々としても、うんはい、国民レベルでは本当に簡単に仲良くができる、はいねうん、アメリカ人が日本に来ても 日本人がアメリカに行っても、もう本当に友達作るのは簡単。はい、でも、日米同盟っていう,こう妨害物があって、うん、なかなか国民レベルでは仲良くすることはできる。はい、できるはできるんですけれども、うん、その成果があの上がってこない、はいでこう。政治レベルまで。うんで 日米同盟というのは多分日本を封じ込めるためにあるんじゃないかと思って、うん、要は日本を弱くするために日米同盟があるわけで日本が怖いということで,、うんで,ね、で日本が独立しようとすれば、うん、ワシントンがいろんな嫌なことをやりますのでいろんなこう考えられますので、はい、あの本当に勇気のあるあのリーダーがなければ何にも変わらないような気がいたします。